はい、おざます、おざます、モーカさん、おざます、太陽さん、リエさん、マユちゃん、アレリア、またですね、ちょっと YouTube の方が調子が悪いですね、どうしてか分かりませんが、ちょっと YouTube の方がちょっと調子が悪い、何がいけないでしょうかね。今日はいい天気です、いい天気です。ごめんなさいね、どうすればいいのかな、YouTube がうまくいきません。はい、それではですね、そうですね、はい、野猿さん、ゆうびさん、太陽さん、ディレイさん、殿下さん、おはようございます。また残念ですけど YouTube がうまくいきません。原因が昨日とはまた違う原因ですが、これもまあ霊的戦いとも言えるかもしれません。サタンがですね、いろいろ邪魔しています。サタンがいろいろ邪魔してですね、何かうまくいかないようにしていますね。納豆さんございます、納豆さんございます。はい、残念ですけど YouTube うまくいきません、申し訳ないです。ちょっと緑が多いところをねお見せしましょう。この林はいいですね、この林は、緑の林という感じで、ゆうさん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。それではですね、早速メッセージに行きたいと思いますが、信仰には、信仰に報いがある、信仰に報いがあるというタイトルです。皆さん、皆さんがもし仕事をするなら当然、お給料をもらえるわけですね。仕事をする理由は、2つあります。仕事をする理由が2つあります。1つは、仕事そのものをする目的、いい仕事をしたいと思うならば、それが目的になります。自分の好きな仕事、自分がやりたい仕事、まあ、それが仕事の目的の1つです。でも多くの場合はですね、お金が目的の場合が多いです。多くの人は生活のためにお金のために仕事をします。アイポンさん、その2つの目的で仕事をしますが、この世の、ね、仕事の報いは、まあ、お金と言えるでしょう。しかし皆さん、信仰にも報いがあるんですね。信仰にも報いがあります。イエス様おっしゃいました、私が来るとき、行いに応じて報いを携えてくる、行いに応じて報いを携えてくる。イエス様が、この地上に来ます。それを再臨と言います。いつか分かりませんが近いです。皆さん、イエス様は近いのです。もうすぐ来るのです。そのときイエス様は、行いに応じて報いを携えてくる。つまり皆さんがこの人生でどう生きたか、どう歩んだか、その行いに応じて、行いに応じて報いを持ってくる。もしイエス様に対して、敵対し、イエス様に対して正しくない生き方をするならば、それはその、罰として恐ろしい報いが来るでしょう。そしてもし皆さんが信仰的で熱心にイエス様の教えを守り、清く正しく生きるなら、
皆さんが清く正しく生きるならば、その皆さんの言動にふさわしく素晴らしい報いが来ると信じます。私天国ポイントと言いますか、私たちは日々天に宝を蓄えることができるんです。皆さんがこの信仰を、この放送をですね、見にいらっしゃる、この信仰、この放送を見に来るということも、それは信仰によって来るなら、皆さんはこの放送を見るたびに報いがあります。皆さんはこの放送を見るたびに報いがありますよ。天国ポイントを貯めてるんです。ですからぜひ皆さん、そこに本当の素晴らしい、生きる意味があるのです。生きる意味は、その、意味のない生き方をするのではなく、意味のない生き方をするのではなく、本当に天に宝を蓄え、報いがある生き方、報いのある生き方が大事なんです。シャンさん、おはようございます。ぜひ皆さん、そのように、この世でも肉的な仕事に報いがあるなら、神の国の報いはなんと素晴らしい報いでしょうか。この世の報酬はなくなってしまいます。この世のお金は一時的で、いくら高級でもそれはですね、一時的なものです。なくなってしまう報酬です。しかし、神様の仕事は永遠に残るんです。永遠に残る報酬、永遠に残る報い、素晴らしいと思いませんか。それでこそ皆さん、生きる意味があるのです。生きる価値があるのです。神の目で良い仕事をするべきです。もふかさん、この放送で天国ポイントをたくさん貯めます。アメン。この放送で天国ポイントをたくさん貯めます。素晴らしいですね。ぜひたくさん貯めてほしいと思います。そして、イエス様の例え話にもあります。ある人がですね、しもべたちに10タラント、5タラント、1タラントを渡して旅に出ます。そしてそのタラントっていうのは、一種のお金だとします。そのお金で商売をしなさい。で、主人が帰ってきます。ごめんなさい、5タラントかな。5タラントの人は、5タラントを設けて10タラントになります。ね。あともう一個あったかな。もう一個ぐらいありましたけど、1タラントの人は、それを商売をしないで土の中に埋めていました。それは、主人が帰ってた時に、その土の中に埋めてた人、しもべに怒ります。あなたはその私が預けた、お金を、使わなかったのか、商売をしなかったのか、儲けなかったのかと言って主人が怒ります。どういうことでしょうか。それは神様が私たちにビジネスをしなさいという意味ではないんです。神様が私たちに願っていることは、私たちが与えられた時間、才能、機会、人生、それを本当に神様のために、神様のビジネスといったら語弊がありますが、神様のための仕事をするかしないか、多くの人はこの世の仕事をして神様の仕事をしません。多くの人は自分のタラントを、土の中に埋めて神様のために使いません。それは
神様の御心ではありません。ぜひ皆さん、皆さんの人生、皆さんの才能、皆さんの時間、それをですね、無意味なことに使わないで、神様のために使いましょう。神様のために素晴らしい、素晴らしいその仕事をするのです。天に宝を蓄え、神様が喜ぶような働きをするのです。シャンさん、この世の宝よりイエス様から与えられた永遠の命が私の宝です。アメン、アメン。私たちはイエス様の再臨の時に、イエス様の再臨の時に、永遠の命を受けるでしょう。その永遠の命こそ永遠の宝です。そして私たちは、行いに応じた、行いに応じた報いを受けるでしょう。皆さん、人生の意味はそこにあるんです。多くの人は、もし怠けているなら、怠けているなら、何の報いも受けないでしょう。もし怠けていたらば、むしろかえって罰が来るでしょう。私たちの人生には、私たちの人生は、チャンスなんですね。神様のために、良い行いをするチャンス、神様のために、神の栄光を表すチャンス、イエス様の教えを守って、神様が喜ぶようなことをするチャンス。私たち自身が救われると同時に、イエス様を述べ伝えて、十字架を述べ伝えて、素晴らしい働きをするチャンスです。この間ある人がですね、ある人が悔い改めてイエス様を信じました。その人はですね、まあ、いろんな人をに対して批判していましたけど、その人は、他の人を批判することをやめて、その人は、裁くことをやめて、悔い改めて、その周りの人たちを愛そうと悔い改めました。そして信仰で歩もうと決心しました。そしてイエス様のことを述べ伝えたい、もっともっとイエス様の教えを学んでイエス様のことを述べ伝えようと決心しました。そういう方がいました。それを見て私はものすごく嬉しいです。なぜ嬉しいですか？その人は、その人を裁くという罪をやめて、人を愛するという良い行いをし始めたからです。罪人が、神の子になったからです。罪人が悪い働きから良い働きをするようになったからです。悪い意味を結んでましたけれど、その人は悔い改めて良い意味を結ぶようになったからです。それを見て、私は本当に、嬉しいです。私がこのように、放送するのはそういう人が一人でも起こされることです。一人でも悔い改めて、一人でも神様に立ち返り、一人でも悪いことをやめて、一人でも悪いことをやめて、神様が喜ぶような生き方、人のためになるような生き方、自己中ではなく、悪魔が喜ぶような生き方ではなく、神様が喜ぶような生き方、そういう人が一人でも増えるならば、それは私の、ある意味では私の仕事と言いましょう。私の仕事、それは、イエス様を述べ伝えて、イエス様を述べ伝えて歩むということです。はい、それではですね、そして皆さん、
報いはですね、イエス様の再臨の時に受け取りますが、でも実はこの地上でもいろいろ報いを受けるでしょう。イエス様に聞き従って生きるなら、この地上でも、報いを受けていると信じます。私もイエス様のために、このように伝道していますが、もう溢れるばかりの報いを受けていると感じます。もういろいろ本当に素晴らしいことが起きます。素晴らしい報いを受けていると思います。シャンさん、イエス様との交わりこそこの世の大切なお仕事、この世のお仕事を一生懸命しても無意味だとだんだん分かってきました。素晴らしい。シャンさんは、イエス様との交わりこそ、大事な仕事、イエス様との交わりこそ大事な仕事ということが分かってきました。素晴らしいです。そのように、シャンさんはいろんな経験を通して真理が分かってきたんです。大石さん、おはようございます。他の方々も、だんだん分かってほしいのです。悟ってほしいのです。本当の人生とは何か悟ってほしいんですね。ジルさん、株で大損失しました、どうしたらいいですか。簡単です。もう株をやめることですね。もうギャンブルをやめること、もうお金を求めることをやめればいいのです。そうすればその失敗が益となるでしょう。アイスティーさん、おはようございます。むしろジウさん、株で損したことよりも株をやめることの方がはるかに素晴らしい利益なんです。株で損したことよりも、お金を愛することをやめるならば素晴らしい報いを受け取るでしょう。ニートエリちゃん、おはようございます。それでは証しタイム行きましょう。証しタイム、イエス様を信じて、本当の仕事はお金のための仕事ではなく、イエス様のための仕事、イエス様のための仕事が本当の仕事だということが分かった証。スタート。こんな放送あたい待ってたんだ。今までは人間ばかりを信じていた。これからは神様を信じる。イエス依存症。あ、いいですね。イエス依存症。いいです。イエス依存症。いいですね。桃花さん、イエス様が救い主で、救われる道はイエス様しかないという真理をたくさんの方に伝えたいです。桃花さん、もう伝えてますよ。桃花さんのその信仰込めでもう伝えてるんです。もうしているのです。コメント一つで伝道ができているのです。そのコメントがイエス様が喜んでいるし、また多くのリスナーがそのコメントで、良い影響を受けるでしょう。それは神様の栄光なんです。それは天に宝を蓄えていることになるでしょう。ユービさん、牧師は人間じゃないのか、
私は人間です。私は人間です。ヤギさん、この放送で社会で働いていてもしょうがないと分かったので、無職になり、イエス様のために働こうと思いました。それは最高の決心ですね。最高の決心です。勇気があります。決断があります。しかし天に宝を蓄え、そして大いなる報いを受けるでしょう。大いなる報いを受けるでしょう。そして、天のお父様が養ってくださると書いてありますから、それを信じてください。それを信じてください。タケルさん、弁護士を辞めて牧師になった方がいるは素晴らしいですね。弁護士を辞めて、牧師になった方がいる、素晴らしいです。モーカさん、嬉しいです。感謝します。アメン、アメン。ぜひ皆さん、本当の人生、本当の人生、本当の人生を歩んでください、ね。本当の人生、本当の人生を歩みましょう。それはこの世的な生き方ではない、ありません。この世の生き方ではなく、自分をイエス様に捧げて、自分の人生を捧げて、イエス様の教えの中で歩む、イエス様を証しして歩む、イエス様を告白して生きる、それが本当の人生です。本当の人生です。シャンさん、イエス様を一番に考えて生きると信仰心が燃えたぎってますね。アメン、その通りです。一つ心、二心ではなく一つ心、私たちは一つ心が大事なんですね。一つ心、この世と神の国、この世と神の国の二心ではなく、イエス様一筋の一つ心、イエス様一筋の一つ心が大事なんです。タケルさん、人生はいろいろですが、神様への道は一つだと思います。人生はいろいろですが、神様の道は一つだと思います。最近はですね、いろんなお店でポイントがあります。Tポイントや、楽天ポイントとか、いろんなポイントがありますが、それはやはり、その貯めるポイントを貯めるという、まあ、楽しさがあります。物をたくさん買っていくと、ポイントが貯まってきます。それと同じように、私たちも信仰的なことを継続し、信仰的なことをしていくと、天国ポイントがたまります。天国ポイントがたまります。皆さんの天国ポイントがたまってると信じましょう。天国ポイントがたまってると信じましょう。そしてそれを保ち、信仰がないとまたそのポイントなくなっちゃうわけです。信仰を保ち、そしてポイントを貯め続けることが大事です。そしてイエス様が来られる時に報いを受けるでしょう。永遠の報い、永遠の命の報い、永遠の命の報いを受けるでしょう。ユウさん、以前夢枕にイエス様が立っておられ、すぐ目が覚めたのですが、いつもそばにいてくださったのだととても嬉しいです。その通りです。その通りです。目に見えませんがイエス様はいつもそばにおられます。イエス様がいつもそばにおられます。それを皆さん信じましょう。イエス様がそばにいるので、そしてそばに
招く必要があります。信仰はあるということは、イエス様と共にいるということです。信仰がないということは、イエス様から離れることです。イエス様から離れることが、それは、信仰がないということです。ですから私たちはいつもイエス様に祈ります。イエス様に祈って、イエス様来てください、イエス様来てくださいと、そのようにいつも、イエス様のそばにいることが大事です。イエス様を認めることです。イエス様を認めて、イエス様が私たちの人生生活に働いてくださることです。自分の力では何もできません。私たちの持っている問題を全部委ねましょう。まあ、丸投げという言葉をよくこの放送では使いますが、皆さん、自分の問題を丸投げして自分で悩んだり苦しんだりしないで、ぜひイエス様に丸投げしてください。そうすれば平安が来ます。ぜひ皆さんイエス様に丸投げをしましょう。背負い投げではありません。背負い投げではなくて丸投げです。タケルさん、私の信仰はまだ浅くてポイントが少ししか溜まってませんが、キューちゃんのポイントはだいぶ溜まってますか？どうでしょうか？溜まってると信じたいです。たくさん溜まってると信じたいです。モーカさん、絶えず祈るとイエス様ともっとつながれると分かりました。イエス様に委ねます。そうです。絶えず祈る。皆さん、私たちは限られた人生です。限られた時間です。ですから私たちはベストを尽くすべきではないですか。今イエス様がもう来ようとしているんです。イエス様がもう来ようとしているんですから、ぜひ私たちはもう、この世の仕事をしている暇がない。私たちは神の国とその義を大事に求める。そういう必要性があると信じます。シャンさん、天国 Wi-Fi は接続が切れず、永遠にイエス様と神の愛の Wi-Fi でつながっていると信じています。ハレルヤ。そうですね。天国 Wi-Fi は決して切れない。いつもイエス様とつながっている。シャンさん、私たちは祈りという祈り Wi-Fi と言いましょうか。祈り Wi-Fi はいつでもイエス様とつながってますよ。ですから、ルーターの Wi-Fi は切れてしまうかもしれませんが、祈り Wi-Fi は切れません。イエス様とのつながりは切れません。イエス様は決して見捨てず、決して見放しません。ですから、私たちはもっと熱心に熱く歩もうではないでしょうか。この世の仕事はですね、辛くて重労働で、仕事に行きたくない、仕事したくないっていう人が多いと思います。それは本当の仕事じゃないからですね。本当の仕事じゃなくて、お金のための仕事、生活のための仕事なので、多くの人は、仕事が嫌だ、仕事したくないと思ってるでしょう。でも皆さん、神様の仕事は楽しいのです。神様の仕事は最高の仕事です。やりがいを感じます。希望があります。自由です。パワハラもありません。パワハラ、
パワハラがありません、上司に脅されることはありません、イエス様が私たちをパワハラしません。ユービさん、ずっと牧師の配信見ていたい。ありがとうございます、ありがとうございます。 YouTube にアーカイブがたくさんありますから、ユービさん、過去の放送も見てくださると一日中見てられますよ。ニート、ニート小エリちゃん、神の仕事をしたい、アメン、できますよ。この放送を見ること自体が、この放送を見ること自体が神の仕事でもあるんです。ぜひもうすでに、小エリちゃんは神の仕事をしていると信じましょう。アイスティーさん、神の力でお金への執着心が消えました。それは素晴らしい。タケルさん、私の子供もキューちゃんのチャイスクールに通わせたいです。いいですね、ぜひ皆さん、町田に近い方は、チャイスクールに、子供をよこしてください。私の孫も、私の孫も、九州のチャイスクールに行くようになりました。嬉しいですね。公立学校じゃなくてチャイスクールに行くようになりました。ユービさん、電話していい、電話していいですよ。電話ください。LTL キリスト教会という教会のホームページがあります。そこに電話番号が出ています。スカイプの ID やメールの ID もありますから、どうぞ、連絡してみてください。猫のみーちゃん、ね、猫はちょっと無理だと思いますね、猫は入学できません。はい、それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、私たちの人生には結果がある、報いがある。私たちの人生は、どう生きたかによって結果があるんだ。罪を犯せば、罪の報酬は 死であり、地獄だけれど、イエス・キリストを信じて歩む人生は、信仰で歩む人生は天国という報いがある、地獄という報酬は嫌だ、天国という報酬が欲しい。そしてただ天国に行くだけではなく、天の宝という報いも受けたい、そういう生き方があったんだ。今までは生活に追われて、生活のために働き、お金のために働いていたけど、それでは本当の人生ではないんだ。それは、虚しい人生、意味のない人生、何の報いを受け取れない人生だということが分かった。これからはイエス様を信じて、イエス様の教えに従って、イエス様のために生きよう。イエス様のために仕事をしよう。そのように決心する人はアメンと言ってください。そのように思う方はアメン。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 ユビさん、アメン。皆さん、素晴らしい報いを受け取ります。素晴らしい報いがあります。イエス様がもうすぐ来ます。もうすぐ来ます。皆さんは素晴らしい報いを受け取ります。皆さんは永遠の命という報いを受け取ります。永遠の命という報いを受け取ります。受け取ってください、受け取ってください。天道様、感謝します。私たちは以前は虚しい生き方、意味のない生き方、
報いを受けない生き方でした。以前は死という報いを受けるような生き方でした。しかし今私たちは悔い改め、イエス様に立ち返り、あなたに従います、あなたの教えに従います、あなたの喜ぶ仕事、あなたの喜ぶ生き方をしたいのです。どうぞ今アーメンと言った方々が新しい人生を送ることができますように。イエスキリストにある新しい人生、どうぞイエス様、彼らが素晴らしい働きをしますように、素晴らしい神様のための働き、神の栄光を表す働き、十字架を誇る働き、人々を救う働き、罪人が義人になる働き、悪魔の子が神の子になる働き、そのような働きができますように、彼らを用いてください。彼らを清めて用いてください。素晴らしい人生、素晴らしい人生が始まりますように、新しいスタートが始まりますように、彼らを全く作り変えてください。全く作り変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。もうかさん、皆様にイエス様の愛、祝福が降り注がれますように。尊い教え、放送いつもありがとうございます。シャンさん、今朝もありがとう、ありがたい御言葉を学び、天国ポイントをゲットできました。今日も朝からイエス様に感謝します。皆さん素晴らしい祝福と癒しの一日をお過ごしください。はい、ありがとうございました。素晴らしい一日を送ってください。イエス様と共に、イエス様と共に素晴らしい一日を送ってください。イエス様が素晴らしいことをしてくださいます。期待しましょう。イエス様だけに期待しましょう。イエス様を信じましょう。すべてのことを喜び、すべてのことを感謝しましょう。すべてのことに期待しましょう。人の悪に、傷つかないでください。人の悪を愛で覆ってください。人を許してください。人の言葉で傷つかないでください。悪い言葉を聞かないようにしてください。スルーしましょう。それでは今日の夜7時にまたお会いしましょう。ありがとうございました。シャローム、シャローム、良い一日を、良い一日を、シャローム。